UEFA チャンピオンズカップ1987から88は33回目の UEFA チャンピオンズカップである。1988年5月25日に西ドイツシュトゥットガルトのネッカーシュタディオンで決勝が行われ PSV アイントホーフェンが初優勝を果たした。1パルティザニ・ティラナは第一戦で4人が退場したため UEFA により 大会から追放された。ヌーシャテルザマックス V 空手シ,ュシバイエルンミュンヘン V クフカ、スレデツレアルマドリード V ナポリ1986-87シーズンのヨーロピアンカップにて、1987年4月22日のレアルマドリード対バイエルンミュンヘンの試合で起きた事件の結果として、この試合は無観客で行われた。 ポルトゥ・バルダール・リールストロム、ブリン・フィールド・ボルドーオヴディナモ、ベルリン・ラピード・ウィン・ヴィ・ハムルーン・スパルタンズ・ピ s エス・ヴィ、ガラタ・サライ・ステア・ウアブ・カレスト・ v m エム・ティ・ケー、シャムロック・ローバーズ・ヴィ・オーモニア・ディナモ・キ・エフ・レンジャーズ。オリンピア・コス・ヴィ・グルニク、ザブ・ジェ・エ・ GF ・ヴィ・ジュネス・エッシュ・ベンフィカ・ヴィ・パルティザ・ニ・ティ・ラナ、フラム・スパルタフラム・ヴ V ヌーシャテルザマックスヌーシャテルザマックスが空手しに、合計スコア7から1で勝利。クフカスレデツ、V バイエルンミュンヘンバイエルンミュンヘンがクフカスレデツに、合計スコア5から0で勝利。ナポリ V レアルマドリードレアルマドリードがナポリに、合計スコア3の1で勝利。バルダール V ポルトポルトが、バルダールに合計スコア6から0で勝利。リンフィールドリールストロムリールストロムが、 リンフィールドに合計スコア5から3で勝利。ディナモ・ベルリン V ・ボルドー・ボルドーが、ディナモ・ベルリンに合計スコア4の0で勝利。ハムルーン・スパルタンズ V ・ラピード・ウィーン・ラピード・ウィーンが、ハムルーン・スパルタンズに合計スコア7から0で勝利。ガラタ・サライ VPSVPSV が、ガラタ・サライに合計スコア3から2で勝利。 MTKV ステアワブカレストステアワブカレストが MTK に合計スコア4-2で勝利。オモニア V シャムロックローバーズオモニアがシャムロックローバーズに合計スコア1から0で勝利。レンジャーズ V ディナモキエフレンジャーズがディナモキエフに合計スコア2から1で勝利。グールニクザブジェ V オリンピアコスグールニクザブジェがオリンピアコスに合計スコア3から2で勝利。 ジュネスウェッシュ VAGFAGF が、ジュネスウェッシュに合計スコア4から2で勝利。パルティザニティラナ V ベンフィカベンフィカが、パルティザニティラナに合計スコア4の0で勝利。AC スパルタプラハ V フラムスパルタプラハがフラムに、合計スコア10の0で勝利。アンデルレヒト V マルメ FF アンデルレヒトが、マルメ FF に合計スコア2から1で勝利。 ヌーシャテルザマックス V バイエルンミュンヘンレアルマドリード V ポルトリールストロム V ボルドーラピードウィーン VPSV ステアワブカレスト V オモニアレンジャーズ V グールニクザブ JAGFV ベンフカエシースパルタプラハ V アンデルレヒトバイエルンミュンヘン V ヌーシャテルザマックスバイエルンミュンヘンがヌーシャテルザマックスに合計スコア3から2で勝利ポルト V レアルマドリードレアルマドリードが ポルトに合計スコア4から2で勝利。ボルドー V リールストロムボルドーがリールストロムに合計スコア1の0で勝利。PSVV ラピードウィーン PSV がラピードウィーンに合計スコア4の1で勝利。オモニア V ステアウアブカレストステアウアブカレストがオモニアに合計スコア5から1で勝利。グールニクザブジェ V レンジャーズレンジャーズがグールニクザブジェに合計スコア4から1で勝利。 ベンフィカ VAGF ベンフィカが AGF に合計スコア1から0で勝利。アンデルレヒト VAC スパルタプラハアンデルレヒトがスパルタプラハに合計スコア3-1で勝利。1アウェイゴールにより PSV が準決勝に進んだ。バイエルンミュンヘン V レアルマドリードボルドー VPSV ステアウアブカレスト V レンジャーズベンフィカ V アンデルレヒト。 レアルマドリード V バイエルンミュンヘンレアルマドリードがバイエルンミュンヘンに合計スコア4の3で勝利 PSVV ボルドー PSV がボルドーに合計スコア1の1としアウェーゴールにより勝利レンジャーズ V ステアワブカレストステアワブカレストがレンジャーズに合計スコア3の2で勝利 アンデルレヒト V ベンフィカベンフィカがアンデルレヒトに合計スコア2-1で勝利。1アウェイゴールにより PSV が決勝に進んだ。レアルマドリード VPSV、ステアウアブカレスト V ベンフィカ PSV、V レアルマドリード PSV が、レアルマドリードに合計スコア1から1とし、アウェイゴールにより勝利。ベンフィカ V ステアウアブカレストベンフィカが、 ステアはブカレストに合計スコア2-0で勝利。PSV アイントホーフェン V ベンフィカ1987から88、ヨーロピアンカップの得点ランキングは以下の通り。ありがとうございます。